今日は、うちの健康養護学科の教授の川原でございます。先生、お医者さんでございますので、今日はどういう話になるのかなと。はい。やってますか？大丈夫ですか？はい。コロナの関係で窓を開けて換気してますので、聞こえないときおっしゃってください。では先生、どうぞよろしくお願いいたします。マスクしたまま喋りますので、お聞き苦しいことがあるかもしれません。ところどころ休みますから、質問があれば、その都度、ご質問ください。ですね、タイトルは、プログラム女子成分なのかと思いますが、後から出てくる、京都の、100年前の、高等女学校の歴史を、展覧会の、写真がありましたので、女学生に直しました。最初にご紹介するのは、100年前に流行ったステイン風邪。正式名称ではないんですけれども、第一次世界大戦の中立国であるステインが、世界にこういう悪性の風邪が流行っているということを発表したので、中央世界的にはステイン風邪として登録されています。で当時高等女学校の生徒だった女学生の野田雅子さん、12歳から16歳、京都で生活されていたようなんですが、大場と書いてありますが、扉野さんと言います。この方の大場に当たる方が、1998年に92歳でお亡くなりになったんです。でその時は、この日記がそのままお寺さんに納められてて、日の目を見てなかったんですが、この方がたまたま3年前の工事の時に、この日記をですね、見つけて、これは世に出さなければと思ってたところに、今年のこの2月3月からの新型コロナウイルス感染症の流行でですね、これはやはり公にしなければいけないということで、同人誌なんですが、そこで公表されました。その4月、5月ぐらいの話です。これが野田さんが通ってた女学校で今、教頭しています、理科学高校にやってます。でこれが1920年の幸福、制服って言いますか、わかりません。こちらが1930年ぐらいですか、10年前の人たちになります。京都の高等女学校、高等女学生、いろいろ生活とか、服装とか、そういう、写真が、6年前に展覧会がありまして、それはウェブに載ってましたので。で、これは20年ですね、31年。この間に不律から一律に変わっているようなんですが、まあ、こういう着物から、ダンスも結構洋風になっているのが見て取れると思います。でこちらは官立というんですか、公立の学校ですけども、当時私立の、アメリカのキリスト教系の学校なんですが、平安高等女学校もこういうしゃれた服装ですから、同じ1920代とか思われないんですけども、家に帰ったりしてます。今は現代とほとんど変わらないです。でこれが実際に人との解説の部分が載ってるんですが、これはね、富山さんが書いてる文章ですが、ここに一番書いてあります。この方は生徒総代されてたようなんですが、生徒総代に変わったのは、代理なんかで書いたのかな、要するに同級生のお母さんとか、おばあさんとかですね、その周囲で多くの方が亡くなり始めていることが記述されています。これが実際のスペイン風邪の流行で、イギリスの統計なんですが、1000人当たりの死亡者数ですから、
まあ、東京に比較しますと5000人ですから1000万人って考えれば20万人死んでいることになります。その影響を使う、今でいうと季節の台風のやつですね。これが東京のその当時の写真で、マスクをしない欧米人と言われてますが、しっかり皆さんマスクをしています。で、病院は溢れました。これ市役所の報道を仮設の病棟にして治療しているんですが、看護さんもですが、今ほとんど変わらないですね。防護服をして、プラスチックのフェイスシールドはありませんが、まあ、かなり厳重な感染対策をされて治療に当たっております。で、実際、満員といってもですね、本当に満員じゃないんです。でこれはやはりナイチンゲールの功績の大きいんですけども、ナイチンゲールというと、怪我をした人、病気の人という海外宿に関連しているというイメージですけども、彼女は実際に、いわゆる看護師さんとしての働きは、現場ですね、働きは数年しかやっておりません。公衆衛生学ですね、数学の能力が高い方で、どちらかというと、管理職としてそのまま担当されていました。これは彼女の、彼女の名前を管理です。管理した、看護、ロス看護師さん、行政官になります。高校調査です。で、今もイギリスで、今度っていいますか、今度のコロナウイルスの感染症のための、患者さんのためのですね、救護所や入院病院を作ったんですが、その名前もナイチンゲールという名前が管理されています。で、彼女のやはりすごいのは、これ150年前の話ですけれども、やはり怪我した人を治療するには水質汚染を無視してはいけない、それからベッド数人数超過してはいけない、環境をきちっとしてます。で、この3つをやることによって、まあ、大した治療薬、抗生物質がない時代ですが、こういう方がいますが、死亡率が大体3分の1から4分の1と激減しております。で、まあ、今言ったようなことを、まあ、今のイラストでお見せしますと、これは何らかの病院の部屋の中で並ばれたときに、強制換気室を出すということと、外から新鮮な空気を入れるということ、それから部屋の中にウイルスを無力化するような清浄機があるのであれば、設置できるのであれば、こういうところにも単なるエアコンではなくて除菌装置のついたエアコンでウイルスを体を回さない、外に出すかフィルターで吸着するか、そういうことをしたので、これ今年の1月のウィーンの入院やコンサートの風景ですが、満員です。日本語で言うと学友協会といったコンサートホールなんですが、こちらに演奏しています。6月になると人数制限に入場制限されてました。全部で100人だったかと思いますが、演奏者いますので、本当に数えるとしか観客が聴衆がないということになります。今は届けていると思います。で、大事なのはですね、ウイルスは人から人に移りますので、人との距離を取れば、基本的には感染しないんですね。ですから、距離を取ることという、これは英語なんですけども、ディスタンシングという動詞の名詞化です。めんどくさいですけども、因をつけていただきたい。テレビ等でですね、社会的距離と言いますけども、ソーシャルディスタンスという言葉は別に用語がありまして、貧乏人と金持ちは違うのか、男と女は違うのか、だから一緒にある。
仕事したいとか、そういう差別的な用語になりますので、必ず意味をつけてください。で、これはずっと言われていることですけれども、対象不要な方は家で過ごしてます。人と交わる対応です。それからイギリスはですね、まあ、欧米は先ほども言いましたように、マスクを基本的にしない日なんですね。で、これは感染が相当拡大した後でも、まあ、2メートル離れてればマスクしなくても OK というふうな考え方でしたけれども、最近は変わっております。もう7月前からは変わっております。これをまとめますと、感染した人からウイルスが、ウイルスを含んだ唾とか、飛沫です。それが空気中に出る。小さいものをエアロゾルとして浮遊します。で、別の人がこれを取り込むと、この方は体内発症します。それから、唾のような大きなものですね。地面の中とか、こういうところに付着しますので、乾くとまたこれがエアロゾルになって、空気中に回ります。ですから、外に出してやる、外から新鮮な空気を入れるというこの環境ですね、決しておろそかにしてはいけません。今日も雨降りですけども、窓を開けているのは、雨が吹き込むよりも、新鮮な空気を入れるということが大事なので、そうさせていただいております。あるいは湿気が入ってくるからとか言いますけれども、それは別のやり方で克服していただきたい。これイギリスのジョンソン首相なんですが、最初の頃はですね、このウイルスが対策がないと。だけど自分が感染して死にそうになったので、もう4月の下旬には撤回しておりますし、7月には、あの政策は、自分の政策は間違ってたということで、今、急速に、火事をですね、感染対策、予防対策、感染拡大予防対策に火事を切っています。もともと欧米の考え方は、都市封鎖とか自宅生活、いわゆる隔離するということが基本になっていて、まあ、これの延長で対人距離を取るということ。で、マスクの効果はほとんど認めてなかったんですね。これは WHO が悪いんですけども、WHO はもともとマスクというのは本当に当たりしてなくて、最近になってようやく感染者はマスクした方がいいというふうに変わってきています。逆にですね、うがい、皆さんされていると思いますが、これはもう世界的に私も含めてですね、誰も認めておきません。効果がないです。で、マスクと手洗い、外からかかったら手洗い、あるいは仕事の途中で、何か、ウイルスの付着してそうなものに触った後は必ず手洗いをする。で、この時は石鹸を使っていただいて、水洗いよりは石鹸で洗い流してください。それからこれもあまり言われてませんが、基本的に顔はですね、対人、人と会って話すると顔に一番飛沫を受けますので、手もそうですけれども、こちらを切りました。で、実際、鼻の入り口にくっついているものを家に帰ったときに洗い流せば、そこが鼻の入り口ですから、と安心して家の中で生活ができます。で、先ほどは100年前の写真でしたが、現在のニューヨークシティをちゃんと整えているんです。あ、イーストリートです。高野大学のこれ高層ビルですけども、病院なんです。入院病棟というか、まあ、半分以上はマンションのようにして売ってます。日本では聖路加国際大学ですから、大学病院、まあ、それを真似してビジネスをやっていますけども、3月、誰もマスクしてます。かなり流行があった時
ですけど、こういうアメリカはちょっと遅れてました。これはアメリカです。これが3月です。イタリアが出てきて、まあ、日本は今でもそうですが、本当に少ないんです。あの感染者数から見れば、欧米も何十分の1ですので、日本がこれだけ大騒ぎして、この数で大騒ぎしているわけですから、欧米は本当に大変だったと思います。でようやくマスクしましょうというキャンペーンが7月ぐらいから、ニューヨーク市議は6月ぐらいから始めたと思うんですが。で、とにかく、まあ、我々、私もそうですけれども、欧米の方は100年前の流行の時はマスクしてましたが、それ以降はマスクしてませんので、今、マスクっていうのはファッションのような扱いになっています。本当は感染症対策のための医療保障なんですけど、不織布はやはり網の目のことを考えると、極めて安価で、効果があります。これ100年前の実際のマスクですが、これ多分高級なマスクだと思いますが、冬が出てきています。これは女性用マスクで、これは男性ですね。ちょっと3回。こちらが、まあ、使い捨てか、洗って再利用するか、それは安価、安いマスクと思います。これもその当時のポスターで、まあ、今と全く同じですね。このマスクしてない人が口からいっぱい。今後まだウイルスとかではありませんので、まあ、大菌というか感染性の何かを出しているというのはポスターに描かれています。それから、これはくしゃみの人なんですね。なんか飛ばしてます。マスクしてる人と、してない人ですね。こっちは2つ向けてしてる人と、こっちは混ざってるんですね。マスクをしてくださいというキャンペーンが大体的なものが出ていました。お母さんがくしゃみをして、外部の外に感染します。ということを知っています。で、マスクがですね、どの程度効果があるかというのは、実際その大きさ、マスクの大きさとウイルスを比較して、早稲田大学の宮坂先生が、これは2019年ですから、まだこのコロナウイルス感染症のために書いたわけではなくて、データの一般的な創設として書かれたものですけれども、で、誤解を招くのはですね、この矢印ですね、ウイルスがですね、まあ、いかにも飛んでくるような鉄砲のピストの弾みたいなイメージを持たれるかもしれませんが、それは間違ってますので、花粉も。自分では動けませんので、これ空気に乗って、まあ、この辺待ってるわけですし、我々が呼吸をする、息を吸う、吐くという、これに従って吸い込んだり吐き出したりしているわけです。だから、何かウイルスが飛んでくるかというような、そんなにイメージを持たれないようにしています。で、くしゃみは、これは出した人が飛ばすので、これが飛んでくるんです。ですから、マスクの効果は、こういうものにすごくあります。で、タバコの煙とか香水ウイルスは、極めてこの目よりも、宮坂先生、住民論に書いてますが、こういう不織布のマスクは 2.5PM を防ぎますので、まあ、2ミクロンぐらいと考えてもらっていいと思います。まあ、だけどウイルスはさらに小さいですから、関係なく、通過します。ツバとかくしゃみに含まれているウイルスはここで止まりますけれども、ウイルス単体ですね、エアロゾルかあるいは本当にウイルス単体のものがスカスカと飛びます。これは大きさ、我々の体の大きさ、組織、臓器、組織、まあ、細胞です。ウイルスはこの間からの大きさですね。これがコロナウイルスの、
原子顕微鏡写真ですが、今の SARS を作るではなくて、16年前の SARS ですね。その時の原子顕微鏡の写真、素材、また原子顕微鏡写真の写真ですね。もう少し大きさを比較しますと、これは赤血球の大きさ、先ほどの体の中の、これ血管ですね、血管を作っていたのが内皮細胞とすると、赤血球はこれより小さい。これは赤血球の件です。先ほどの布マスクは防げないけど、不織布は防げると言ったのは、ここが不織布の、大限界で、この線が間違ったんですね、こっちです。2ミクロンですが、この線のことができる。だけど、ばい菌だとか、コロナウイルスは小さいですから通りますよ。これよりも大きいものを通さないと通しますね。これよりも小さいものを通します。匂いとかタバコの煙はウイルスよりさらに小さな年ですから、マスクをして歩いてても、香水をつけた人の横を取ると分かる、タバコの煙も分かるというのはそのためです。で、つば、防ぐために、目に入るのを防ぐために、こういうフェイスシールド。有効なんですけども、寝てて通しです。で、散歩中にこれをつけて歩いてる人もいるんですが、あんまり意味はない。これは対面で仕事してるときに、相手の唾を防ぐためのものです。それから最近、マスクをしてると熱中症になりやすいという、でも言われる、なんかそれらしいことをテレビで言ってるんですが、人間の犬はですね、汗腺がないんですね、汗かけないんです。だから犬に関しては、ここにマスクをすると、犬はこの下から唾を調節させることで体温調節していますが、我々はですね、ほとんど汗で 100%、暑くなると 100% 体温をコントロールしていますので、マスクがあるなしではほとんど関係ありません。でワクチンができるまで、薬ができるまで、どうすればいいのか。これはさらに良くなりますが、200年前ですね。220年前くらいですか。ジェンナですね。給湯を、世界で最初に実験をしたので、免疫をつけるためのワクチン接種の初のイラストなんですが、自分の子供にしたという話もあるんですけども、それは別の時にしたのであってですね、この給湯接種の時は近所のあまり裕福でない子供が最初に、実験台にされたようです。ですから牛の給湯のですね、最初は本当に 牛のですね、こういうところにあるのから抽出したものを摂取してたわけなんですが、ですから牛になるんじゃないかというこういうの大騒ぎしているイラストが話されております。気づいたのはですね、これ牛と乳搾りをやっている女性の方はですね、天然痘にあれかかっても重症化しないって言ったら分かったので、天然痘のですね、かさぶたなんかをワクチン接種すると相当確率で本当の天然痘になってしまうので、当時も行われてたんですが、ジェンナーはそれを給湯に切り替えて世界に広まったということです。で、集団免疫をどうするかということなんですが、60% ぐらいの人が免疫を持つと休校は終焉します。で、もともとはイギリスとスウェーデンがこの方針で、国の政策を決めたんですが、イギリスの場合は国が大きいということもあるし、国というか国
許してですね、人口が大きいというのもありますし、それから首相自身が感染してしまって、まあ、記憶を失ってしまったので、1ヶ月ぐらいで辞めてしまいました。で、全ての今もしてまして、7月の初めぐらいまでは、スウェーデンの医療崩壊とか国が崩壊するんじゃないかという、相当懸念されてましたが、8月に入りまして、日本と逆にですね、ピークから、こういう形で今、下がってきています。ですから、徐々に成功の方に近づきつつあるようです。ですから、若い人たちは何もしないんですね、予防策。お年寄りは自宅にいなさいとか、あるいは糖尿病だとか、高血圧だとか、肥満の方とか、お年寄りとか、そういう方は外に出ないよという政策は取っております。これが6月の15日のほとんどの生活をしていますが、この頃もですね、まだ間違いだったんじゃないかというふうに言われて、ちょっと心配されていました。実際その頃の抗体検査で、実際 60% の目標値なんですが、7% ぐらいしかまだ免疫を持っていないということで、まあ、日本に比べれば全部高いんですが、なかなか目標が遠いところが分かるというようです。で、なぜですね、感染、我々が皮膚からですね、あまり感染しないのかと。呼吸器系から感染するのか、消化器系から感染するのかということはですね、皮膚がこういうふうに守られていると。粘膜に比べると、鎧みたいなもので覆われているんですね。これが一般の粘膜の上皮の表面の顕微鏡の写真のイラストですけれども、気道の肺、とですね、腎臓を比較してるんですが、肺の上皮細胞ってこんなに薄いんです。1ミクロンメートル、あるいは0コンマ何ミクロンしかあります。で、こっちは10ミクロンぐらい厚いので、まあ、ウイルスに対してある程度丈夫にできてるか。で、これは今回のコロナウイルス感染症だったんですが、まあ、かなり10% ぐらいですかね、匂いもしない、あるいは味がしなかったということは分かりましたが、この微神経はですね、脳神経が一番古くて、この鼻のこの粘膜のところですね、この粘膜のところに直接神経が顔を出しているんですね。ですからウイルスがここにくっついて、ここで増えて、この神経をダメにすると、匂いがしなくなるということになります。でこれはスペインのオルテガ・ガセットという方です、哲学者ですが、まあ、今回のコロナウイルス感染症で、有識者というか、テレビのコメンテーターの中で、2人ほどこの方を取り上げているといましたが、まあ、この意味で取り上げてたわけじゃないんですけども、オルテガさんはですね、全体信用の中の発生の中で個人の権利、民主主義的な権利を強く主張された方で、それで彼はこういう言葉を言わしているんです。で、この時のサーキャンスタンスっていうのは、周囲環境と訳されるんですが、自分の家族とか友人とかってそういう意味ですね。で、私は勝手にこれをですね、周囲環境、こういう正常な今空気を入れ替えている、そういう環境の中で自分が生きているんだと。だから、自分から人混みの中には入っていかないし、あるいは盛り場には行かないし、それからこのマスクもですね、いい意味では、まあ、マスクの内側がどちらかというと、ここよりは正常な環境、正常というのはクリーンというんですね、の環境になっているということで。アヤのアヤのアイサーキャンスについて言葉を覚えて帰っていただければと思います。だから、まあ、この病気の症状ですが、熱が出るということと、肺炎の初期症状になりますから、咳、で、従来の鼻水、花粉症だとかと違うのは、鼻水っぱなじゃなくて乾いて咳になると。これも特徴になりますし、筋肉痛とか、これはインフルエンザの
まあ、大体共通している性質ですね。それから重症化してますと呼吸困難になりますので救急車で病院に行ってください。ここから死ぬか死ぬまでというか重症化するまでには1日あるいは半日で進行しますので、呼吸がしにくいなと思ったらもう 何はともあれコールセンターに電話する、病院に電話する、救急車を頼むということで自分の命を自分と主の方で守ってくださいということで思いますが、何かお聞きになりたいことがありましたら。ありがとうございました。それでは大丈夫でしょうか。はい、じゃあ